ドラフト20242位指名候補予想一発11月フェードロー野球チャンネル。ああ、ガレさん、はい、昨日が1位、うん、今日が2位、うん、明日が3位、うん、3夜連続マグロとということですね。ちなみにですね、はい、昨日やりました1位指名予想はこのようになっております。あ、難しかったのよこれ。まあね、今の時点で2位も1位もなんか本当 秒ごとに変わるからさ難しい。出たよ、動いてる理論な。動いてるよ FX と一緒なんだよドラフトってのは。一緒にすんなよ、まあ、こういった形でね、今日は2位に、うん、まだまだいい選手いるぞと、はいはいはい、2023豊作笑わせんなと。もう例年超えてくっていうね。 それがドラフトなんだから。いくよ。猛暑日と一緒ですね。猛暑日と一緒です。 毎年更新して。熊谷だけですもうストップだから、ね。まず1人目、はい、高校生いきましょう、うん、神戸弘陵村上くんね、うん、179cm 73kg、うん、マックス 152kg ね、高1から投手、うん、始めたということで、前回はね、うん、酒井陽斗選手ね、かぶるぞという話をしたんですけどね、調べてみるとね、やっぱり縁が、夏にね投げ合ったのよ、うん、この2人ね、うん、でその時に酒井先輩やばいと、おすごくいいピッチャーだ、おカットボールがいいな、お真似しよう、お1週間で習得、おおすごいねらしいすごいね。その1週試合をして1週間後にはカットボールを投げてたらしい酒井カットを投げてたらしい。もうじゃあ来年とんでもないピッチャーになってるとんでもない全方向に2種類これなんかこの辺もね、野手出身っていうのがなんか俺関係してんのかな、なんか分かんないけど、そういう真似がなんか器用だったりとか。ああね、そうかもね。まああといろんなね好奇心が、そうそうそう、うん、これまだまだ伸びるね。にいいラインだね、うん、村上投手ね、激戦神戸ね、うん、勝ち上がってほしい、ね、そうだね。そして2人目、はい、八戸学院光星新井大、うん、これマリーンズジュニアなんだ。ああこれね、桜シニア、うん、超名門だよ。2世ですからね。2世だよ、うん、で名前もクリスとか取ってます。そこが一番好きだね、選抜はもう確実なんでね、はいはい、この岡本くんとダブルサウスポーシステムで、うんうん、これ優勝あるよ。優勝候補だよ構成はね、本当に、うん、青森山田次はないぞとまあ譲ってやったよっていうね。そう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 、秋はね別に。でね、このカエラさんさっき言いましたけどね、うん、お父さんがプロ野球選手っていうのはね、うん、この最後の冬とか春にかけてのアピールの仕方とかね、まあね、一番いい手本がいいんだから。そりゃそうだよね。中日2位だよお父さん。ああそうね、上位指名を受けた人、俺はこうしたと、うん、じゃあ僕もそうしますと。そうそうそう、うん、楽しみな選手だなと。あ、まあ新井大君はさらに成長した姿見たいね。いいよね春はね、うん、3人目、はい、青山学院大学佐々木選手、うん、内野手ね、うん、ミスター県岐阜、うん、ミスター梶社、ああ梶社ね、梶社ジュニア、ああ明治神宮大会でもですね、青学決勝まで行きました。うん、毎試合やんだ、うん、やっぱ大舞台でもしっかり上げてきてる、うん、これ21年のコメントなんですけど、ね、広島の園田スカウト部長、うん、井口は宇宙間へ伸びるホームランが多かった、うん、佐々木は左翼だ、うん、松田のようなタイプだと思うと、マッチアジア絶妙だなまあまあ逆指名だろまあね、そうだね、マッチも、マッチもね、21年にもあ、そう、例えられて2年前からね、2年前から、あ、すごいね、それは、うん、だから実はカープ好きそうな、ああ、そうか、体つきしてんだよ。あ、そうね、でサード取ってないだろ、即戦の、あ、待ってんのかもしれない、あるかもな、うん、ああ、それはあり得るね。2年連続が多かった本当はね、常広さんです、はいはいはい、はい、阪神とかも危ないな気をつけてそうだね、うん、佐々木選手ね、うん、右打ちの大型内野手鍛えたな、あ、こう鍛えたね。4人目、はい、マンプッシュ、お早稲田大学吉野外野手、東邦高校出身です。お通算ね3年間でね24試合、うん、出ておりまして打率2割9分3厘、うん、で24安打打ってます、うん、そのうちの11本が長打、お約半分、うん、素晴らしい、これいいだろね、素晴らしいよ。でホームランも5本と、うん、で左のね即戦力外野手だったらナンバーワンなんじゃないかなと思ってます。あ、そう、ライキー左ね、あ、左ね、うん、まあ、右もいい選手いっぱいいるから、うん、で本当にね三冠王に一番近い選手なんじゃないかなと思う。なるほどね、巨人の萩尾選手が、うんうん、最後か、うん、あ、三冠王、これ次俺吉野選手が六大学盛り上げるから、そろそろ早稲田もねやっぱ出したいからね、プロ早稲田もあるよ。あ、早慶戦でギリギリあったでしょ。まあそうそうそう、秋も、うん、優勝はね、サングラスかけてる何監督だっけ、あ、小宮山監督か、はい、だんだんとね、まあ、小宮さんは悪く言う人は俺は許さないんだけどね、二郎してるから、ね、そうそうそう、でもあっちは早稲田受かってるから、うん、吉野選手、うん、好きです、はいはいはい、強い、いいね、うん、そして5人目、うん、
社会人 NTT 東日本の寺島投手ね、名電出身です。はい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 、こちらの選手も調べてるとね、まっすぐが2400回転、うん、これね大谷選手よりいいらしい、うんうん、上らしい、うんうん、回転数がね。で日本選手権はチームはちょっと敗れてたんで、あの全国でのアピールは今回なかったんですけど、うん、来年の都市対抗とかね、エース来るよ。お、寺島投手が田村君と同い、あ、そうそうそう、同い年の子だよね。2枚看板、2枚看板の、ね、時だよね。背番号10よ。あの時の甲子園 も1回戦さえ勝ち上がれば惜しかったね。東北学院かな、そうかな、確か、うん、でその次に東北学院がコロナで欠場って。そうなんだよ、そうなんだよ、そう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 、あの時の強かった時の名電ですから ねなおさら期待です。そう、期待だね、うん、そして6人目、はい、豊川高校のオイセーフ・ニキータ、ね、ありそうね、上位、上位あるよ。180cm82kg ね、これ外野手、うん、で両親が、ロシア人という、ね、選手でございまして、高校通算26試合で打率4割5分8厘、うん、で直近の東海大会は6割、ね、ああそうよ、明治神宮も6割打ったから、ね、そうそう。で中日の清水スカウト、打力、肩、足と頭一つ抜けていると、うん、もう早速ね、つばつけてます、もうね、で一つね、注文をつけるのはね、打力、肩、足って言ってて頭一つだから、この頭っていうのはこの体の部位が多すぎるから、打力、肩、足と素晴らしいものを持っているっていう方が日本語的には美しいかなと思った。部位がちょっと、いや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 、まあまあ確かにね、ややこしいけど分かるから普通に。頭も、いやいや、頭もとは思わないから、あ、まあでもそれもそれでいいじゃない。あ、まあこのモイセーフ選手ね、ちょっと東海盛り上げてる。センターっていうのはいいね。そうだよね、うん、3番センターだろ。あ、そう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 、うん、一番かっこいいよ。かっこいいね、そして7人目、うん、これ初登場かな。ほう、東芝の金井投手。ほう、横浜高校出身、3年目でございます、うんうん、183cm83kg、うん、でマックス148kg ね。なんだ、やっぱり大きくなってんだね、うん、バッティングもかなり良かったのよ、うんうん、二刀流でやったんだけども、東芝行ってからはピッチャーに専念してやってて、うん、でね、ちょっとこの最近の情報っていうのが出てこなかったんだけど、うん、22年の7月かな、うん、投げてて、楽天の早川選手を彷彿とさせるような、ほうほうほう、もう美しいフォームやってたよ、ね、高校の時からでもフォーム綺麗だったんだけどね、うん、この金井選手ちょっと来年さらに注目して、そうね、太田スタジアムとかちょっと行こうかな、お忍びでね、ね、社会人野球はブレちゃダメよ、これ入ってくるんだから、この順位で。そうなのよ、意外と投げてなくても全然評価高いっていうのは今年分かったから、ね、うん、あるあるある、投げてる投げてないよりも、うん、どういうピッチングをしてるか、ね、光ったか光ってないか、人光ったか光ってない俺これ以外か、そして8人目、はい、東農大北海道ホーツクの笠間投手。小園選手もね、明治神宮始まる前紹介したんですけど、うん、神宮大会ではね、あの関太平洋大学にね、うん、2回3分の2、4失点でちょっと敗れてしまったのよ、うんうん、で、3年連続チームも初戦敗退と、うん、全国大会ね、うん、なったんで、これはね、俺モチベーションになってる、うん、石澤投手とかな、先輩、4年生の先輩に最後バトン引き継いで降りちゃったんだけど、うん、悔しいと思うんだけども、非常にいい経験をしたんじゃないかなと思います。でマックスも150キロ投げるんでね、うん、本当はあの下村選手みたいに、はいはい、だんだんと力をつけてくるような、ね、体つけもちょっと似てますよ、笠間くんね、笠間くん、いいピッチャーです。そして9人目、はい、トヨタの増井投手ね、はい、こちら慶応大学、はいはいはい、ね、うん、ちょっとね、6月以降の、ね、情報が見当たらないんですけど、それまでは先発で投げた際は6イニングとか長いイニングをしっかり投げてるし、うん、三振も取れてたんで、うんうん、あの怪我とかしない限り、うん、戦力で上位、この増井選手、そうだね、彦根東時代から好きだったんだから、そう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 、いい子だなって、そう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 、じゃあ慶応行ってね、慶応行ってね、賢いんだよね、彦根東、確かに、うん、まあ、真面目そうな顔してるわ、真面目よ、うん、マスイ君ね、トヨタなんだから、あ、慶応からトヨタだからね、あ、そして12名、はい、ボプッシュ、お、大阪ガスの高波、ああ、はいはいはい、はいはいはい、188cm90kg、うん、右投げてるうちの大型ショート、うん、あー、やっぱ寝る前に見るようにしてんだよ、あまりにもちょっとスケールがでかすぎて、高波くん、俺もああなれるんじゃないかな、朝起きたら、いや、もうそんなことはないけど、あ、この高波選手ね、社会人のね、うん、野手ってね、まあ、近本選手とか1位だったりしたけど、うん、ちょっとあの4位5位とかで、うん、あのいろいろバランスを取りながらっていう指名が多いんだけど、うん、この選手はここでいっとかんといかんばいと、なるほどね、2位で、うん、おい取られるぞ、そうだね、シーバーシステム、そうね、行かれるぞと、
野手は1個上げて取れと。そうそうそう、1個上げて取れの、うん、野手バージョンだと思うんだよ、ね、いや結構ロマンあふれるもんね、話聞いてるとね、その選手はね、大学社会人はちょっと年齢は確かに、言ってるのは言ってるんですけど、俺夢見ていいんじゃないか、でも即戦力もね期待があるってことからね、そう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 ショートで思います、うん、はい、そして11人目、はい、東洋大学岩崎投手、うん、フリー選手、おー、ね、178cm、78kg、うん、右投げのマックス152キロのピッチャーでございます、うん、大舞台で結果残した、うんうん、細野投手が抜けるわけじゃない、うんね、そんな中で次のエースとして、うん、で駒大との入れ替え戦に、うん、臨んだんですけども、うん、初戦ねサプライズで細野選手ではなくこの岩崎選手だったよ、細野選手もベンチ外すぐらいの、あ、本当、もう監督としてはもう心中だといった中で8回3分の2投げまして1安打無失点、素晴らしい、しかも8回まで無安打、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、だからこういう大舞台で発揮できるんで、うん、来年東洋大のエースでもうバチコン、これは細野選手より評価上げちゃうかもしれないよ、そうだね、右ピッチャーで、うん、この岩崎選手履正社名門出身ですし、うん、楽しみなピッチャーだと思います、ね、そして最後、はい、東洋大学、うん、石城投手、お東洋です、東洋を続くね、続きます、上層学院出身、うん、身長が189cm、非常に大きいです、うん、で右投げ出るしマックス153キロね、うん、で23年の秋には11と3分の2イニング投げまして、これクローザーとしてね後ろで登板するケースが多いんですけども、うん、7奪三振と今年でいうと上田大河、うんうん、高田一、うんうん、大正大から今年はちょっと関東に来て東洋大、うん、なるほど、上位、はい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 、フィニッシュと、ね、上位食い込んでくる と、 ちょっとそういう夢を見れるんじゃない、侍とかも入ってほしいですね、そうだね、ここはね、これはもう侍は一つ大きなアピールポイントになるから、大学は特にね、しかもスケールアップして帰ってくんだよな、うん、大体ね、いろいろね情報交換とかしてね、うん、という感じですね、うん、2位指名予想12名、うん、ちょっと上げてみました、なるほど、明日3位あるんでね、はいはいはい、まだまだいい選手いるんですけど、だからなんでこの選手いないのかもんでんと、ぜひコメント、いいね、チャンネル登録お待ちしております、はい、また明日お会いしましょう、ありがとうございました、どオレンジ2位、うん、1位でな、金丸投手のこと金村くんって最後言っちゃったからな、あ、じゃあ飛ばしだね、あえいかんはフェドローに輝く、語呂ある、チャンネル登録お願いします。